吹雪やヘキサギアシリーズ24分の1スケールボルトレックスのご紹介です。こちらのはキットのあのものをそのまま組み立てて、あとはあの墨入れをして、作ってあるものになります。あと、この上に、登場してますのは、ガバナーのパラボンセンチネルバージョン 1.5 っていうタイプになります。こちらの方は別売りになりますので、乗せるときはちょっとこう別でお求めください。あとはこういろいろ武装とかもついておりまして、可動とかも結構あの尻尾がこう動いたりとか、あとこういう機関銃のところの根元とかも動きます。でこういう腕の部分やいろんなこういうフィンの部分なんかも細かく動くようになっております。あとこの状態ではちょっと分かりづらいんですけれども、あとは変こういうタイヤとかがついてまして、で変形機能がついてまして、こう高速移動用みたいな感じに、変わることもできますので、こちらの方チャレンジしてみてください。